はいスタートですスタートはまず内,内枠3者ですね、1番、2番、3, 3番、3人が、ね、出たわけなんですけども、まあ、ここは2番の牧田選手が取る形になりまして、そこには成田選手が行きましたね、南関東ラインですね、そしてその後ろには1番の筒井選手がいますので、下井選手がこれから上昇してきて、その1番の、ね、筒井選手の前に入ります、4番、1番です。 そしてその後ろ、3者のラインですね、3番、9番、5番、片岡選手に木村選手、篠原選手、地元ですね、ここが3者のラインですね、篠原選手は今日は地元なので、片岡選手の3番手を選びましたね、そして最後方には6番、8番、上原選手に柿沼選手、ここは関東の2人ですね、このような4分戦となりました。 前を取った牧田選手なんですけども、普段も非常にアグレッシブなレースをしますので、前を取って引いて、緩んだところを一気にかましまくりで今日は仕掛けてくると思います、そしてその後ろにいるのは下井選手ですね、117回生です、ね、師匠には萩原美沙雄さんが師匠です、やはり身長も高い選手ですのでね、まあ、ダッシュ力もある、持続力もある。まあ やはり、えー、まあ、仕掛けてしまうとまあ、ペースが落ちませんのでねまあ、ここは番手にいる筒井選手が有利なのかなと思いますあとそこに、えー、強敵なのは3番の片岡選手ですね、えー、前回の国連も完全優勝、えー、最近では非常に乗れたレースをしてますので、えー、ライン3者となればここは、えー 展開のが巡ってきますねここは上原選手がまず1回後ろから抑えるわけなんですけどもそしてそれに乗って片岡選手ですね引く形で最後に下井選手が仕掛けたわけなんですけどもここで最終ホームで片岡選手の仕掛けというのを見ていてもらいたいんですけども車体交渉してしまったんですけども非常にいいギリギリのレースをしましたのでここは片岡選手も。 いいレースしたんだなと思うんですけどここですよね、えー、後ろから下井選手が仕掛けてくるときにギリギリまで引きつけて、まあ、ここで一気に前に出る勇気があったからこれも出てしまったらもう3番手ありますから、まあ、レース的には非常に。 えー、攻めたレースをしたんですけどもね、下井選手の後輪が、えー、片岡選手の前輪と接触してしまったんですけどもね、まあ、ここは、えー、車体故障というした形なんですけども、まあ、最終バックは先頭で下井選手が通過、えー、そして、えー、一番の水選手ですね、牧田選手が懸命にここ、ま、えー、くるんですけど、ここからがなかなか伸びないんですよね、コーチは。それなので、えーまあ、成田選手もコースが開かなかったのでね、仕方ないんですけども、まあ、番手絶好の。 筒井選手がこ,こはかわして1着ですね、そして、まあ、3着通過だったんですけど、まあ、繰り上がって2着、ここは木村選手です。このレースは下江選手が積極的に仕掛けたのが良かったんだと思いますね。はい、第8レースでした、はい